ガーボルデーネシュ CBEFRS は、ハンガリー系イギリス人の電気工学者、物理学者。有名な業績として、ホログラフィーの発明があり、それにより1971年のノーベル、物理学賞を受賞した。ゲボウが、聖、デーネシュガナ。名前の表記については、英語圏の監修に従って、名声順に統治した上で英語読みした、デニス・ガボールも、一般的。 オーストリア・ハンガリー帝国のブダペストでユダヤ人一家の長男ガンストスバーグでネシとして生まれる。1902年、一家は生をガンストスバーグからゲボーに変える許可を得た。第一次世界大戦中は来たイタリアでハンガリー軍の砲兵として働いた。1918年からブダペスト工科大学で学び、その後ドイツに渡ってシャルロッテンブルク工科大学、 現在のベルリン工科大学に進学した。そこで、陰極線管オシログラフを使って、高圧送電線の解析を行い、電子工学に興味を持つようになる。オシログラフの基礎原理を学んだガーボルは、電子顕微鏡やテレビなどの陰極線を応用した機器へと興味を広げていった。1927年、ブラウン管についての論文で PHD を取得。その後は、 プラズマランプを研究した。1933年、ユダヤ人であるガボールはナチスドイツから逃れてイギリスに渡り、ウォリックシャーのラグビーにあるブリティッシュ・トムソン・ヒューストンの開発部門に招かれた。ラグビー時代にマージョリー・バトラーと出会い、1936年に結婚。1946年、イギリス市民権を取得。1947年、 BTH で勤務中にホログラフィーを発明した。電子顕微鏡の解像度を向上させる研究の中で水銀等光源に何重にもフィルターをかける実験をしていて発見した。このホログラフィーはインライン型ホログラフィーと呼ばれる像を鮮明に観察できない形式のものであった。これは当時レーザーがなかったためコヒーレント長の短い光源を利用せざるを得なかったからである。 そのため1960年にレーザーが発明されるまでこの発明が注目を集めることはなかった。ガボールは電子の入力と出力の着目した研究を進め、サイホログラフィーの発明に到達した。基本的な考え方は完全光学イメージングのためにはすべての情報を利用する必要があり、通常の光学イメージングで活用するだけでなく、 位相も利用する必要がある。そうして完全ホロ空間写真を得ることができる。ガボールは1946年から1951年にかけてこの際ホログラフィーの理論に関する一連の論文を発表した。また人間のコミュニケーションと聴覚についても研究しグラニュラーシンセシスの理論を生み出した。ただしこれを実際にシンセサイザーの技法として発明し、 実用化したのはギリシャ人作曲家ヤニス・クセナキスとされている。この研究や関連分野の研究が時間周波数解析発展の基盤となった。1948年、インペリアル・カレッジ・ロンドンに移り、1958年から1967年に引退するまで応用物理学の教授を務めた。引退後は主にイタリアで過ごしたが、 シニア研究フェローとして、インペリアルカレッジともつながりを保ち、また、コネチカット州スタンフォードにある CBS 研究所のスタッフになった。そこで、生涯の友人となった CBS 研究所長ピーター・シー・ゴルト・マルクと協調し、通信と表示の新方式を数多く研究した。その後は社会を分析することに関心を持つようになり、1972年に、 ザマチュア・ソサエティ、エ v ビュオブザフューチャーを出版。レーザーが急速に発展し、様々なホログラフィーの応用が生まれ、ガーボルは、生前に、世界的に注目され成功を収めた。ノーベル賞を頂点として様々な賞を受賞している。2009年、インペリアル・カレッジ・ロンドンは、ナイツ・ブリッジにガーボルの業績を称え、ガーボール・ホールと名付けた学寮を、オープンした。 ガーボル生誕110周年となった2010年6月5日、グーグルのロゴはホログラムのようなものにされた。デビッド・ホスター・ウォレスのインフィニットジェストには、デニス・ガボールはハンキリストだった可能性が十分あるというセリフがある。ありがとうございます。